この時間はイソちゃん選んだ川です。何ですかはい。私の選んだ川は、関西弁です。うん、お関西弁。はい。私は関東出身ということで、関西弁がまだまだ下手で、うん、下手というか、うん、エセと言われてしまうので <laughs>、あの、ここは赤んさんに。 いろいろと関西弁を教えていただいて。でも私も育ち、生まれも育ちも関西なんで、バリバリの関西弁やねんけど。何関西弁は何がありますかねでも。あの、最近関西弁で知ったのが、はい。おぼこいって意味わかるえ、わかんないです。幼いって意味やねんけど。ー。え、めっちゃおぼこないみたいな。えー。こんときの、あれめっちゃおぼこないみたいな。言わんねんな、あれ。知らなかったですあと、リリカが、サラって言ったのが、あ、 そう、新品のことをラっていうね。そう、それ知らなくて、なんか、普通に会話で多分、言われてて、衣装さんに、ラの衣装って言われて、ん何サラの衣装竹サラみたいな。そうなんや。全然わからなくて、これラやんな、みたいな。そうなんです。多分その発音も違う。サラピンっていう。え、ロピンって何ですかうん、皿、皿、皿のもの。え新品をラピンってこと。えラうん。 サラって言うな。知らなかった。あと何やろ。あと、言われるのが、あの、ユニバあ、ユニバ。全然、その区別が分かんない。そう、ユニバ。ユニバ。うん。あ、言うてますかユニバ。言えて言てる。ユニバって言うんや。あ、マクドはあ、マックです。あ、マック、あ、そうやな。そうなんマックドやな。でもなんか最近ちょっと東京に染まりかけてんの。あ、本当ですかマック行こをとか言っちゃうねん。しかも、地元の友達の前で。お染まってますねーって言われね <laughs> 言われちゃうんですね。<laughs> で,でも、こっちに来て、すごい、やっぱ、いろいろ言葉が違くてびっくりしたのと、でも、メンバー同士でも出身が結構違うから、そこでもびっくりしました。わかる。なんか知らん間に兵庫県とか映っても、何うにしようるんとか何しとうみたいな。そうなんです。それが、なんか私は、通って、なんか福岡九州のイメージが強かった。何うえここも使うみたいな、神戸の人も。びっくりしました。でも、なんか最近よく、 使っちゃって、多分、一年半いるんですけど、うん、大阪に。うん、やっぱちょっと、映ってきちゃって、うん、なんか、わからんとか言っちゃうんですけど。わ、うん、からんそう、でもそれも違うよって言われて <laughs>、うん。わか,からん、わからん。そうなんです。発音がね、分からん,うん、違うな。なんか言われちゃうんです。エセ<ー>、エセな感じがね。でもやっぱり、こっち来るまでに、うん、 なんか一度は聞いてみたいなと思ったまあ、好きやねん、もう。あ、好きやねん。もう、本当に。あと、なんでやねん。あ、もうね、聞きなかったです。だってさ、あの、おりはい。修学旅行とかで。大阪来て。今から関西弁しよう。みたいな。あるあるですね。あるあるやんな。はいはい。でも、関西面白いですね。まあ、新旧きとかもあって。で、私、チーム、あの、B2 で、坂上がり公演の前に、ちょっと寸劇をやるんですよ。それで、 あの、メンバーがあれを考えてるんですけど、うん、やっぱちょっと新喜劇寄りになって、うん、あの、この間ブーブーをやりました、うん。ブーブーさあ、ブーブー。はい。そう,そういうのをやったり、<ー>ちょっと関西に染まりつつありますね。新喜劇はもう、私、毎回出させてもらってました、ね。そうですよね。でも関西ならではのね。 あれやし、この前見に行ってそうそう。うん、あ、そうなんですかたまたま空き時間があったから、はい、レイヤンと、なんか暇よ、暇やん、何するみたいな感じになって、うんうん、えー、なんかご飯食べに行くにも早いし、何するーってなって、うん、新喜劇やってるやんみたいな。うんうん、いつもお世話になって。でも、うん、感動したのは、あの、ご飯食べに行って、うん 大きにって言われて、うん、おー、関西来たって思いました。大きに。毎度、毎度とか言いますね。でも、親親のおっちゃんとか言うで。あ、言うんですか毎度大きにーって。なんか、地元の古い店とかに行くと、やっぱ、あーって思うかな。やっぱでも語尾とかもね、やっぱり。 違いますもんね。そうやんなあ、それですよ。そうやんなそうやんなそうだよね。そうだよねって。そうだよね。でもなんか標準語の方がなんかちょっと丁寧でいいじゃん。えぇ、ほんとですか関西弁に憧れてますけど。ほんまになんかきついし。あかりでも、もっときつい関西弁の地域に住んでんねん。へえ。そうだからもっとなんか、何してんのもう、何してんみたいな感じで、ここ入って直さなきゃと思って、ちょっと喋り方可愛くはなった方かもしれない。 そうだ、ね、地元に帰るとやっぱきついな、この子たちって。<laughs> <laughs> かなはい。うん。さあ、いそちゃんの関西弁についてのトークはここまで。この後顔、はい、がつくむちゃぶりトークもありますよ。お楽しみに。